レオン師匠の不つりボリ。レオン師匠、こんにちは。こんにちは。今週も不つりボリよろしくお願いします。お願いします。今日も視聴者の方からいただいた質問に答えていただきたいんですが、うん、今日はラインセッティングに関するお話でございます。はい。質問がですね、うん、レオン師匠はライトゲームでも P 08にリーダー三号や。 スピニングでも0号にリーダー2号など、割と太めのラインセッティングをされているように見えますが、その理由を教えてください。また、ああうん、細糸と太糸での超過の差はどのように考えているでしょうか、うんうん、というお話です。ああ、これも過去に散々聞かれまくった話だね。そうですね。うん。多分、あの、僕のこの不活リボリの枠の。 前の姿、一朝一夕、ランテーマに対していろんなことを深掘りしながら答える中でも喋ってるし、釣りは楽しんでなんぼという、そのノーテーマでうんあの恋愛相談まで受け止まりますよ、嘘か。みたいなのざっくばらんなところでも何回か返事してるよ、これきっと。うん、うん、だけど、これよりで初めてだよねそうですね、実はあんまり扱ってなかった。 今のちょうどいいかなと思いまして、うん、しかも今の質問読んでる間に聞いててあっと思ったのがはいいわゆるライトゲームと呼ばれる世界の中じゃものすごい未まだに取り沙汰されてるよねあこのラインの太さの話そうそう,そうはいはいはい、はい、だから質問者の方が疑問に思うよねなんでレオさんいつも太いやとうん <laughs> だってアジング行くのにスピニングタッ で、p e ロ4とかゼロ五使ってるように、おれはね。はねそうですね。はい、不思議だろうね。大体0.35ぐらいじゃない、みんな。そうですね。もしくはエステルいっちゃうとか、うん、味だと。エステルでも何個ぐらい今、どれぐらいなのエステルどんぐらいなんでしょう。今、<laughs> いろいろ、だいぶ細いのもありますもんね。だいぶ細いのあるよね。うん、ありますね。 ハイブリッドのラインだったら0.025とかいうのを使ってるの見たことあるけど。ありますね。<laughs> 本当に0.025だっ0.15より細いってことでしょそうですね。うん、実は細くないけど何のラインあのメーカーの規格の0.15と普通のナイロン、エステル、フロロ。 うん、メーカーカさんのは規格が違うから、そうですねちょっと何号だとちょっと厳密に比べられないですそうあれは自社基準の0.025なんだ、うん、あれ実は、えー、釣りと共同組合かなんかの規格の0.15より太いんう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 ん0.25か0.35ぐらいの人まあ置いといてですねあの不思議だろうね 一般的な人から見たら僕が太太すぎんかってで、うん、えベートの時は特にそうだよね <laughs> そうですねもうあのレオンさん0.8と言わず1号とかも、ね、全然ありますよねそうねあのー、例えば沖縄方向行く時は0.8使わないよねもう俺1号巻いてくよね、うん、でそれ以外の国内だとほとんど08北海道行った時はあのライトタックルに1号入れてたよね おおこんなうさぎアイナメこう持ってる写真見たことあるでしょあありますあナットジで釣ってるやつですよね六十センチぐらいあるやつはいはいはいあんなの来るんだよ <laughs> ああああああ一個ぐらい欲しいよねやっぱりそうですねあとほら海中のアンジュレーション岩だらけのしかも水深があってでっかい岩があるところで根魚かけたらあの相当な確率で糸すりつけられちゃうからね岩にうん 細ピーなんて簡単に切れちゃうんだよね。ちょっと当たっただけで。うん、だからロングリーダー組みたいし、うん、太くなるよね。そうか。えっ、ー、とねな、なぜスピニングで0405、なぜベイトで0815を使うかの理由はね、3つあるな、プロットが。はい、うん。一つは、えー、大きな魚や、特にゲストフィッシュのでかいやつね。うん が来た時も切れて欲しくないから、うん、ルアーはなくしちゃんと外してあげないと魚も痛むし、うん、何よりもかけた魚は一旦きちっとキャッチしたいオールリリースなんだけど一旦キャッチしたいじゃない。うん、だからっていうのが一つあるよね。まずはい、これ一番目。例えば東京湾で、えー、冒頭メバリングゲームを地球さんとで、ねうん、もう20年近く一緒に楽しんでますけど。 あれやってると高確率で50オーバーのチヌとか7080のシーバス作ってくるよね。そうですねはい。そこでシしミノのの 50S をなくしたくなかったよね <laughs> <laughs> <laughs>。当時だからミニマルなくしたくなかったよね。<laughs> うん、だから取れるタックル取れる強さにまずするっていうのが一つだよね。うんうん、で特にあの根魚をやるときねデーゲームとかで。 まあカサゴメインの旗釣れたらいいな的なライトゲームをやるときに根掛、えー、かりするんだよやっぱりよく根掛、うん、かりしたときに切れてほしくないのよ、うん、フックを伸ばしたいのよ僕はなるほどだから特にこの23年意識的に僕見せてるはずようん、うん、あ根掛かりしちゃったって ナッツジグとかさ、えー、例えば今だったら、M えー、ミドルゲームの MD ヘッドに、はい、スワシャの XG つけてボトムやって根掛か,かりしたらどうしても大体こうやってパンパンパンってやってほら外れたでしょってナッツでもほらちょんちょんちょん外れたでしょってやるけどどうしても外れない時はグーッと引っ張って溜めてその。 0.85P に3号リーダーっていうと、竿で切るのってほぼ無理なんだよ、もう。うん竿をこう、フルメンチ出せたら、切れないからね。切れないですね。だから、こうまっすぐして切るよね。あるいはもう、糸出して、糸を手に持ってこうやって切らないと、うん、あの08とか1号にリーダー3号っては切れないよね。うん。なんでその強さを使うかっつったら、 往々にして使用するーハードルワーやあのジグエットなんかのフックの強度よりライン強度の方が強いようにしてあるんだは、うんうん。だからほとんどのケース、この3号リーダーが切れるか切れないかを体感で僕自分で知ってるわけ。はい、で切れる寸前までタグって、ここで。 10秒30秒耐えてると音のケースフック伸びて帰ってくるねこうチワーッと開いていって、うん、ポンッと、うん、それを意識的に僕動画でも見せてますよ外した後と釣るんだけどこれがっつり噛んじゃったかなこのこの地合いでこういうことになっちゃうたんじゃないの <laughs> 切れる寸前でキープするああこれはダメかこれは懐まで入っちゃった感じがあるねフックがフックが伸びるかラインが切れるか あーこれはかなりやばい切れそうフックポイントが何かにこう乗っかってるだけだったら開いてくれるんだけど懐までこう刺され込んでたらねさすがに伸びたい伸びただろう見たい皆さん魚釣るのもね 釣り方も大事だけどこういうのもすっごい大事だからねね粘って見るもんでしょテンションかけてこの 08PE にリーダーが3号が切れる寸前まで圧力かけてじーっと待つのほらすんごい大事よこういうことはい <laughs> ね 見事にまだ1個も切れてません全部回収してますサンキュー <laughs> アングリングソルトさんのロケの時でも過去に僕は意識してやってたから覚えてるんだけど3回ぐらいはこうやってほらフック伸ばして回収できたでしょっていうシーンを見せてるはず、うんえー、やっぱりねあのルアーその他を海に残したくない まずなくくしたくないよね、うん、続いて海にそういうものを残したできるだけ残さない方がいいよね、はいうん、うルアーが回収できる強さだから、えー、プラグでもそうだしジグでもそうだしジグヘッドでもそうなんだけど自分が使ってるルアーのフックの強度がどれぐらいで伸びるものなのかということをねあの僕と同じように 考えたい人はあの一度ちゃんとテストした方がいいね。そうですね。うんとねそんなに難しいことじゃないよ。ジグヘッドならジグヘッドを鉄の棒とかね、うん、そのフックの R にそが入るようなものに引っ掛けて自分のラインシステム FG 組んでやったやつを引っ張ってみたらいい、ね、切れるまで。うんうんでどれぐらいで切れるかだんだん分かってくるから。うん。 でその限界で待ってたら懐までこう噛んでる状態のこのフックが、はい、ど,どれくらいで伸びるかはあの釣り場ではそんなこと分かんないからうんもう部屋なり駐車場なりなんかで何回もそれをやるの僕なんかであこのセッティングだったら伸ばせるんだっていうのを全部把握した上で、えー、ラインの号数を大体決めてるんだ なだ、うん、から前半の質問に関しての答えはこ,ここまででいいのかななぜ太い糸使うのか。そうですねはい。だよね、はいえー。ゲストフィッシュのでかいのをに切られたくない。ちゃんとかキャッチしたい。えー、次はあのルアーをなくさずにちゃんと回収したい。うん、なんか2つか。<laughs> 太い糸使うそうですねはい。 あと太いと使う理由なんかあったかあ、ここ最近ほら、5年、7年、ライトゲームにベイトタックルを取り入れてるよね、僕。はい。だからそこにも触れとかなくちゃいけないね。あ、そうですね。うん。これ、あの、皆さん、勘違いしてる方がいて、例えば IRCT というリール出しました。はい。で、これもイワさんの方でね、 s l p ワークスさんとダイワとインクスと共同で作ったんですけど、ちゃんと書いてありますよね、0.85をハーフラインで50メーター、スプールのええ,え適正なエッジまでで100メーター入るように作ったわけな、ね、のスプールを。はい、でわざわざ0.85ってしたわけでしょ。はい、ところが、買った人が0.35とか0.45巻く人いるよね。ううん、うん ここのね、ちゃんと理解して0.35使う人は全然大丈夫なの。うん、でも理解しないで使ってる人もいるので、ここはちゃんと理解しておいてほしいことを今から言います。はい、自分でグランドキャストテストでね、経験してください。うん、5ムなら5ム3ムなら3ムウェイトを決めて、0.35でフルキャスト、0.85でフルキャストってやってみて。はい 飛距離変わんねえからあんまり。うん。これはスピニングと大きく違うところだからね。そうですね、うん。だから僕がスピニングでアジング行くときに、フロロのやっぱり0.35、えー、0.45にするのは飛ばないからだね。うん。でもベイトで0.35、0.45にする意味ない、ね、うん。0.85で飛ぶから。 これあのー、なぜ太いと使うののえっ、ー、と3つ目4つ目の答えにもなるんじゃないかなと思う、ね。うん、で、ビールだとね、そうですね。そう,そうそうそう、メインラインはね08でいいのよ。うん後の調整はリーダーでやればいいんじゃないですかああ、確かにそうですね。プロルリーダーの、えー、0 5五とか使えばいいんじゃないのの、うん、トだとそこのあのー リーダーの組み合わせの幅も太めの方に広げられるというかね。そうそう、細くしてもいいし。うん、うん。で、例えばアジングなんかでなぜメインラインのポリエステルが0.25ですよとか0.35ですよって、細いの皆さん使うかって言ったら、で、なぜ僕がそこを使わないかっていう理由を今パッと思いついたからお話するね。はい。僕は軽いリグ使わないからですよ。あー、確かに。 うん、アジングで僕が1ム以下を使うことほぼないもん今でも。うん、僕アジングという命名をみんなでアジングって命名して全国紙に書くようになってそこで一般化されていったわけなんだけどそれ以前もう名前が付く以前からたった一人でルアーでアジ釣ってた時からそうな今に至るまで1ム以下をね使うシーンって僕はほとんどないんですよ。うん 1, <laughs> 1グラム以下じゃなくて釣れるからさその理由は。なるほど。ただ僕の動画を真剣に昔のやつをこう掘って探す人がいれば分かるけど 0, 点0 2ムのジグヘッドで昼間に尺アジをポコポコっと釣ってる動画が存在します。はい、で「アンダー1グラムのすすめ」っていうタイトルの動画もあるんですよ。 だからお前自分がやってるくせに何言ってんだって言われるかもしれないけど <laughs> 僕ははっきり言ってるよ0 2三0 3ムのジグヘ兵と投げようとするなら当時僕フロロだからまあポリエステルの糸もなかったしあのころは、うん、0.35のフロロ使ってたのねそのシーンではうん,、うん、なんでって飛ばないから単純に全然飛ばないから釣りにならないもん だからそうですよね、うん、そのグラムだと、うん、僕が細くする理由は一グラムを切ったアンダーチグラムの零点五グラムとか零点三グラムとかが必要な時に限って細い糸にしてるうんそうでないアジングの時は大体僕零点四か零点五号ですフロールでも、うん、で使用するジグヘッドは大体僕は一点五グラムですうん。 1>, 1 5ムで釣れないとき、しょうがないときだけ1ムとか0 8ムするけど、めったにいない <laughs>、うんえー。パイロットが1.5。そこから1.5で釣れた、バタ,バタバタ釣れた、じゃあ2ムで釣れるんじゃねグラムで釣れるんじゃねって僕は重くしていく方なんで。はい,はいはいはい。だから細い糸にする必要がないってところですね。なるほど。えっと。後半の質問がです。 細糸と,と太糸での釣果の差については、どのようにお考えでしょうか？という質問です、うん。大事な質問だよね。はい、これもね。僕は餌釣りの時代も長かったしね。もう50年も前から、えー、ルアーフシングをやってるからはっきり言いますけど、はい。太くしたら釣れないシーンがどれだけありますか？っていうことだよね。うん、色んな魚種があるから。あの。 ひとくくりでで言える話ではないんですないんですけどあの基本的な要素をねあのご存じないっていうかあの物理的な問題でもあるし魚種によって差もある問題なんだけどほとんどの魚が、えー、ハリスを細くしないと釣れないよって普通言われてる魚ですら案外そうじゃなかったりするの。 大きく2つの問題がある、はい、餌釣りの場合浮きがついてたり野辺沢だったら野辺沢の長さ分だけでその竿下を探るわけだよね。はい、つまり縦の糸と、えー、サーフキャスティング、はい、投げ釣り投げ釣りだとラインは横なんだよ。はい、ちょっと想像してみんな。 投げ釣りでジェット天秤とか円盤天秤つけてバーンって1 5 0ーとか投げるよね。はい。着点するよね。天秤の先とかジェット、えー、円盤の先にリーダーがあって枝数がついて針がついて餌つけてるでしょ。はい。だから地べたに横ばいになってるよね。うん。釣れるよね。<laughs> この時に、うん、例えばマダイを狙ってる人たちが、あるいはチヌを狙って投げ釣りしている人たちのハリスって、キューベどれぐらいだと思うとさハリス4、4号前後ぐらいですかそう、4号、5号、6号クラスだいな、ねうん、でないと80のマダイとか取れないもんねそうですね。 まあチヌは8 0ンチまでなくても5 0ンチぐらいのチヌはゴロゴロいるしゴトレットなんか行くと7 0ンチぐらいの6070が上を上してるからねうんこれを投げ釣りで釣ろうとした時にやっぱりその魚のマックスサイズ考えるとまあ5号ハリスくらいが普通だよねうん釣れるじゃん釣りますねうんじゃあなんでハリス細くしないと 黒鯛は釣れないって昔から言われるのか。それは。糸が縦になる釣りの話なの。うん、えっと、黒鯛でいうと、落とし込み、壁際を。はい、これはね、やっぱ、張りつ細い方が圧倒的に釘がいいです。うん、でも、投げ釣り関係ない。うん、縦ということ、はそんぐらい違うよって、のはまず頭入れて。はい。 あと、餌釣りのことがある程度イメージがある人は、おなかグレーを釣るときに、破裂が細くないと、60センチ、70センチのバカでかいおなかグレー、太い破裂だと、広角率で見切られちゃうっていうのを聞いたことあるよね。うん、はいこれ、キューベも昔、深瀬市じゃなかったっけそそうでですなのでそこのこ グレーツリーをせめぎ合いがありますよね。あのあっでっかいやつに見切られないように細くしたいけど、やっぱ細くしすぎると取れないしい。見切られるよね。見切られるしっていう。えと、お腹やってたのあ、両方ですね。お腹特にパワーがあるからね。そうですね。ちょっと口ぶつとは違うセッティングになりますね。うん、まだのでかいのがと釣れるであろう、一緒に上がった時のハリスってどれぐらい使ってたの いや、あの、の時は最低3以上ですよね。3、4ぐらい。でもさすがに5になってくると、ちょっと使いにくくな、ね、る。なるほど。高知に有名な、あのー、巨大おなかぐらいの聖地があるじゃない。ウグル島ですか。うん。とか,お客さんとか、お寺の方はい、はいはいえー。あそこへ行ってるあの、松田稔さんなんかは、2号とか2.5号でチャレンジしてたりしてたよね。あ、そうですね。あの、エキスパートになると、やっぱ、それぐらいでもやっぱ取れますよね。 あれなんで補足しないと七丸とか食わないかは知ってるでしょ、深瀬市だから。ああ、やっぱあの、糸の抵抗とかで違和感とかを見切ってきますよね。昔からそうだったと思ういや、どうなんでしょう、やっぱり、どん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 釣り人が入っていくと、学習してるんだと思うんですけどね。あのさ、グレトリしてたらわかるけど、30枚も50枚も釣れるときあるよね。はい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 。持って帰る あ僕はあんま持っって帰らなかったグレイ師の人持って帰らない人くっさるほどいるよ。ですよね。あとグレイってすごく強いのであの写真とか撮る軽量のために港まで水浸したで持って帰ってきてもリリースできるんですよね。そう。うん、持って帰んないんだよ。うん、で、ね、えさっきのううウクルとか沖縄島の磯とかいろんなのがあって全国から 深瀬市さんが来るよね。毎日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 。はい、なんかとてつもない数の世話達成がいるよね。うん、<ー> <laughs> で、どれら餌まくわけだみんなで、そうです、ね、つっちゃ逃がしつっちゃ逃がしされてるからめちゃくちゃ学習してるわけよ。うん、だって、沖ノ島のピークって40年前とかぐらいだからね。ああ、なるほど。 もうなんか50年間ぐらい釣り人が来ちゃあ逃がしするからどんどんあのこのなんか糸がついてると危ないよっていうのを覚えてたわけです、うんうん、しかも506070まで育ってるやつはものすごい学習してるわけ、はい、これを釣ろうとするとどうしてもハリスを捕捉しないと見切られるっていう現象が起きてくる、うん、何を言いたいかというと学習してるからなのようんうん、うん じゃあ東京湾のチヌがあっておお落とし込みの壁際で餌食ってるチヌだけよそういうのははい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 、うん、分投げて釣る場所にいるようなチヌはそんなこと知らないうんじゃあメバルやアジがそれ知ってるかって話よなるほど知らないよだってみんな持って帰って食ってるもんアジ <laughs> <laughs> なんか遠くに学習したようなアジいないんですよだから 話をじゃあまた分かりやすくするね僕は瀬戸内のアジを2号3号の糸で釣ってますよ過去に、うん、1.5 <laughs> 号とかじゃない2号で釣って普通に釣れるもんだって延べ竿にナイロンの2号をつけておもりつけてその先に針があって血の針があってそこにエビとか虫餌エサつけて延べ竿とこうヒュってやってるとは。 当時いくらでもアジ釣れてたしね、うん、何を釣ろうとしてる方はキジハタになってたんだよねああなるほどだからチヌバルの4号とか5号だよでっかいで3号投資とか2号投資だよ、うん、アジ釣れるもん普通にメバルも <laughs> そうですよねただあの釣りにくいうんうんうんうもっと細いとつかって でふわーっとドリフトさせたいんだけど、ね、大きなおもりつけてどすんってやってんだから釣りづらいだけさ。うん、でふかせのようにこう漂わす釣りをするときには、えー、堤防ふかせみたいなもんでね延べ竿でね。うん、で那須型のおもりじゃなくてかみ,みつぶしの B とか BB ぐらいまで。はい、BB でもおもろいよね B だよね。うんな,なんなるじんたんおもりのもっと軽いやつあなるじゃん。<laughs> そ,それに2号の釣り糸って合わないよね。うん、だから0.5号とか0.8号の,あのナイロンなりフロールにしていくよね。うん、その方があの操作がしやすい、うん。釣れるか釣れないかは関係ないの。と僕は思ってるよ。うんうん、実際に2号糸だけでめちゃくちゃアメバル釣ったこともあればめちゃくちゃ。あのー とったこともあるし、えー、そうね近年で一番いい例はねこれライブでお話ししたんですけど新潟に営業の仕事で釣りじゃなくてね本業であるペットの方の仕事で行った時に淡島って島からはい、はい、淡島って離島行って釣りしてえなと思って、うん、釣り道具用意して行って仕事を済ませた翌日淡島に渡ったわけさ。はい で宿について気がついたんだけど、リールを <laughs> フェリー乗り場の車の中に置き忘れて。あ、リールだけ本土に残された、ね。あと全部あるんだけど、リールだけ置き忘れて、メバリングに行ったのね。で、困ったなと思って、宿のおばちゃんにすいませんって、あのー、ちょっとリール忘れちゃったんで、なんとかなりませんかったら、うちの息子、お兄ちゃんが使ってたやつがあるからって持ってきたのが4000番か5000番の投げ釣りを。<laughs> でナイロイン糸の3号が巻いてあって <laughs> でめっちゃ古くてもうこんなになってるわけ糸だしこんな糸が出てくるの、まあ、しょうがないじゃんしょうがないっすで、ね、それを借りてそうするともううーんとののゴーのとか投げれない <laughs> だから SPM の7号クラスはいケで釣りをしたのその人はいで、えー メバリングの若い20代の人たちが3人ぐらいいたの周りに、はい、彼らが1匹も釣れないうちに俺25オーバーばっかりぶっコボコに釣ったのお<ー>見に来たもん <laughs> 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 なんで釣れるんですか教えてください」っ,ったら「んで」って投げてこう巻いたらガン降ってくるんだけどあの辺絞りがあってっ「<laughs> え何使ってんですか?」って「ほいよ」って見せたら「そんなでっかいプラグで釣れるんですか?」<laughs> 君たちどうやって乗ったの1 2ムのジュグヘッド」 でやってるけど近場にいなかったねこのちっちゃい芽でしか。うんお沖の流れがあるとこの下りにでっかいバルがついてて、うん、で俺はあのー、えっ、ー、とあれも使ってたんだ、あのー、ザラパピーも8センチおちからも8で3号ナイロンだから <laughs> そんなんしか投げれないけどたまたまそれが構想してボッコボコに釣れるわけ。お<ー>はい最初の話に戻ります。横の糸 ってのは魚からら見たら関係ないです、うんうルアーがこうルアーがビューっていくかその後ろからついてくるか通ってこう通ってくるーを下からガーンと襲うわけだからルアーの前についてる糸が太いか細いか関係ないんだよ横のずル引きもそうよねはいうん5号ナイロンとかで直結びしててボトムズル引きしたらちゃんと食ってくるからね普通 うん、だからその太さと超過の関係っていうのはね縦と横で大きく違うということと太くても全然釣れますよ、えー、そうだな例えば船さびきっていう仕掛けがあるよねはいお大あじとか普通の中あじとかの船さびきのハリスって何号か知ってるキューベ結構太いっすよ6とか,とかそうよ幹 <laughs> と6の枝が3とか4とかだ で、で普通のアジ釣るんでも枝が2号とかだよね。そうですねはいここをねあのアジングをやってる方で一回整理した方がいい、うん、あれは釣れないから細くしてるんじゃなくて軽いリグを使うための細さな釣れるか釣れないかで言ったらあのサビきの枝数が2合もあるんだよそれでアジボコボコくっついてくるよって、うん、いや餌釣りですからっていう人がいるよねそういうとはい それはねあまりにもね、その世界のことを知らなさすぎる。<laughs> 船で背を流す釣りのサビきは、蒔絵なんかしません。はいはいはい。<laughs> ルアーフィッシングと一緒、胴付き地陰で枝ついてサビきがついてるの。それを船をドテラで流しながら背の上をトーンとーンってやるから、全くのルアーフィッシングなんだよ、あれ。うんうん もうんまあ、針にあれですよね、あの、化けみたいなのついてたりして、ーケーこれだけでね。バームで釣ってるんだよ。うん。リーダー2号だよ。アジ <laughs> ボコボコ食ってくるじゃん。いや、それ、すれてないからですよ。え堤防から釣る味がすれてんのどう <laughs> って話だよね。若干ぐらいすれてるかもしれないよ。うん、人がたくさんいて、夜、明かりがついて、人影があるようなところに入ってくる。 アジメバルだから、若干忘れてるかもしれないけど、うん、僕は基本的には関係ないと思ってます。うん、はい。だから僕は比較的太め太めを使いますということですね。なるほど。うん。ありがとうございます。はい。この件に関して急遽的に何かいけないせっかくだな。せっかく、うん、そうですね。なんでほ太いか細いかっていうより何を使ってどんな釣りをしたいかって。 っていうことが一番大事ですよねそう,そうどうしてもさすがにここはちょっと流れが速くてでもちょっと上の方に浮いてるから軽めで流さないとどうしても食わないとかだったり糸落としますしそう、うん、あとどれぐらいのねレオンさん最初におっしゃってましたけどどれぐらいのゲストが来そうかと。そう いくつ,いくつも要素があるよね。ねウォータープレッシャーが強すぎると細くした方が受けにくい、うん、あと横風が強いときに太い P ラインだったらどうにもならなくなる。そうですね、うん。そんなことだよ、ね。考えるとだんだんあれですね、釣り人はカエスプールとかリールの数が増えてって <laughs>、いろんなラインのごースを持つようになるんですね。 でも快適な釣りをしようと思ったら必要なことだよね。うん、そうですね。うん、それと釣れる釣れないのは関係ないんだよね。そうですね魚が食う,うか、はい、食わないかはそこに影響してなくて、うんうん、道具タックルが安定してあの速やかに使えるかどうかのためだったりするからね、うん、ほとんどがね。そうですね。なんで魚がいるところにどうやって適切にリグなりルアーを送りたいかっていうあれですね。うん、ということで釣れるか釣れないかはね。 糸を太くすると釣れないというふうにあの魚が食べてくれない食ってくれないというふうに単純に思い込んでる方が多く見受けるのでそれはね、えー、もう一回あの今の話をしっかり考えていただいてあとちょっと余談ですけど久兵衛がグレー釣り師だったという話の延長で僕はいまだにガン玉とか打っちゃいますね、うん、ジグヘッドにの。 そうリーダーに。じゃ <laughs> あんでかっていうとあリーダー落とすのが面倒くさいなっていう時に合数をもうちょっと沈めたて,<っ> <laughs> て時に面倒くさいからガン玉を打っちゃうっていうちょっと癖が抜けなくてそういうことしたんですね <laughs>。そうすれば結果的に同じことでやれるんだよね。<laughs> そうなんです。糸ががリーダーダば二点五とかでも。 その細い糸的になとこまで送り込みやすいって、まあ、厳密に同じラインを流れるわけではないですが、うんうん。ほぼそれに匹敵するようなところに流し込めば、つちゃんと食ってくれるもん <laughs> っていう、リーダーの太さじゃないってことだからね。そうですねな。やっぱ流しやすさとか、さっきの縦に入るのか、斜めに入っちゃうのかとか、なんかそういう逆算ですよね。せっかくだからもう一個やってちゃう。割合収の流れが速くて、水深20メーターぐらいしかないところも。うん いい瀬があってめちゃくちゃでかいなメバルがついてる場所はあるのね。はい、これ福島の,あの佐藤君のポイントなんだけど、はい、そこをちっちゃい船でドテラで流して釣るんで 20m しかないんだよね。はい、だから下手すりゃ堤防でちょっと深いところとあんま変わらない水深うん、うん、そこで佐藤君が何を使ってメバルを釣るかって言ったらメタルジグなんだけど、はい、200g 使うんだよね。お<ー> <laughs> ここ 重いと食わないと思い込んでる人をよーく考えたね。<laughs> 魚には重さわかんないだ、ね、よ。うん、ただ、そのメバルが食うであろうレンジを食うであろう適切なレンジで、適切なアクションで通してやれば、それが5ムなのか2 0 0ムなのかは関係ないんです。うん、結果として同じところに同じぐらいの大きさのものが流れてくりゃメバル食ってくるわけ。うううんうん、うん グラムでそんな特殊な線の話されてもんいや僕は立ち入り禁止の浮き桟橋んあって、うん、そこめちゃくちゃいい芽張りついてるんで知ってるんだけどもう金網張られてた立ち入り禁止ならだけでも横、うん、からだと投げたら届くんだよはいはいはいでも1ム2ムのジュゲートじゃ一切届きません、うん、僕はそこへ3 0ムとか4 0ムのメタルジュグをバーン投げてで いい感じに着したらだーと巻くとゴンとくるのがみんなが一グラム二グラムで釣ってたメバルが三十四十のメタルジグで食ってくるというエピソードを最後に今回 <laughs> お返事とさせていただきます。はい、リオン師匠今日もありがとうございます。はい。視聴者の皆さんぜひこの動画の感想とかあと自分はこんな感じでラインのセッティングとかって考えてるよとかなどの あの意見とかコメントあったらぜひこちらの動画のコメント欄までよろしくお願いします。あとぜひこの動画へのグッドボタンとあとまだの方はチャンネル登録もよろしくお願いします。よいしょ、えー。今日もありがとうございました、えー。ありがとうございました。じゃあまたね。